まあ、正直このノーアクティビティっていうのはシーズン1の時もそうでしたけど、なんか見てほしいような見てほしくないようなまた見てほしくないようなでも見てほしいような、出演している俳優としてはとても微妙な作品でもあります。まるで自分のお尻を見せながら芝居するように、恥ずかしいこともいろんなことをね、こうやりながら一生懸命やった作品です。はい、シーズン1は、くだらなくて面白かったんですけど、シーズン2はくだらなすぎてもう面白いのかどうかさえ分からなくなってきてるぐらいのレベルまでいってるような気がします。で、豊川さんが今おっしゃってましたけど、前作よりさらにいろんな意味でスケールがアップし、起こってる会話の緊迫度はスケールがダウンしなんか、まあ、よくわかんないですけど、とにかくくだらなくて面白い作品になってると思いますので、ぜひご期待いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。佐藤は自己中心的で嘘つきでものすごいパワハラ気味で、人の幸せが 大嫌いで本当に嫌なやつなんですけど、でもシーズン1の時に二郎さんにはっきりと当て書きですと言われまして、そしてシーズン2はもっと嫌なやつになって、なんかこうちょっと複雑な気もいたしますが、書いてある通りに今回も思いっきり演じさせていただきました。私もこの作品大好きで、まあ、読んで自分を演じて知ってるんですけど、見るとついついなんか大笑いしてしまって、こうすごくスカッとストレス解消になる作品だと思います。ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。シーズン1よりさらにパワーアップしたキレイキャラを演じております。シーズン1の時に里見里さんとずっとこうやり取りをやっていく中で、美里さんの大ファンになって、なのでシーズン2をまた撮影するって聞いた時は本当に嬉しくて、また美里さんを浴びることができるんだっていうのですごく楽しみにしていましたし、こう撮影を終えてとてもまた勉強になることもたくさんあって、すごく充実した撮影になりました。皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。私は今回のシーズン2からの参加させていただいたんですけれども、私が演じた冬香は福島から出てきた路上シンガーソングライターということで、とっても福島弁が可愛らしい女の子になっているかなと思うんですけれども、結構抜けたところがあり、不思議ちゃんのところもあるので、どうこう皆さんと絡んでいくのか、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。今日は最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。四塚君は本当に実家がお寺で真面目に本当育ってきた、本当にすごいおとなしい青年なんですけど、それが大平さんと里見さんっていう、やっぱり猛獣の檻の中に放たれた草食動物のような存在で、本当にもみくちゃにされております。なんて美味しい役をいただけたんだと、本当に二郎さんに感謝しております。はい、まあ、昔ながらの役者に憧れている、ちょっとアホな、クビという役のところなんですけども、自分もシーズン2からお邪魔させていただいて、そうですね、1から2へのスケールアップ、パワーアップに少しでもお芝居で貢献できていたら嬉しいなという気持ちです。役が担当しました。これ小さいな。今日はちょっと逆のままずでいきたいと思います。いや、もうちょっと見させていただいて、僕もゲラゲラ自分で書いてみるような自分で笑わせていただきまして、皆さんの本当キャラの浸透度というか、パワーアップ感がもう今回はすごいです。あと、もう顔がすごいです、みんなの。何も言ってない時の顔が本当に面白いんで、そこぜひ見てください。ギャルン、アマゾンの終わりの時、ギャルンっていうのが、自分で今、言い終わりやと思って、これで、はい、終わりですよっていうのも、ギャルン。
ありがとうございます。今後も拝見させていただいて。小学生の低学年で口にしたことあるかないかぐらいの下ネタばっかりで大きな声で何回も何回もやっぱりしてね、久しぶりに見ました。恥ずかしかったよね。恥ずかしかったです。もういい大人なんでちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、とにかく書いてある通りに、はい、思いっきり二郎さん、バッチリな発音で、はい、その言葉をね、私たちも発してくださってますよね。転職やり人坊主通り、あそこは僕が見ました素晴らしいなと、勉強になったっていうか、改めて改心しなきゃなって思ったのが、白石さんの役が、まあ、見ていただきたいんですけど、おっぱいを触らせないとトイレが借りれない街なんです、歌わなきゃって歌い出すんですよ。そ、僕だったらそんな大真面目にやらないと思うんですよある程度どういう風にアウトプットしようかなって考えてやるんですけど、すっごい大真面目にその気持ちを込めてやってる白石さんを見て、芝居ってこうだった反省したんですよ、マジで。ちょっとぜひ皆さんそこ、なかなか大真面目に、確かに今考えたらなんかちょっとまた素晴らしかったそこで本日はキャストの皆さんに自分で演じた役以外で演じてみたいキャラクター、こちらを各々選んで、それでは一斉にお上げいただきましょう。どうぞ。近年の木村佳乃さんはすっごく円熟味を増したというか、言い切れてらして、多分一滴湯で相撲を取ったあたりからだいぶ変わられたんじゃないかと思うんですけど、確かにあの辺からもう俳優としての厚みがものすごくて、今回のこの里見美里はもう絶対木村佳乃じゃなければできなかったと思います。あの転ぶ時にまたは広島を転ぶみたいなあそこに女優魂を見ましたちゃんと見せてもいいパンツも履いてて、パンツを見せたいって言ったら監督にやめてくださいでもあの役は本当にもうこの人しかできないと思いました。もうスピンオフで里見美里で一本作れるんじゃないかなシーズン1をやった時に、あ、もうやらない方がいいなって正直思ったんですもうさ、マネージャーが、いやいや契約書に書いてあるんですよ、シーズン2が来たら断れませんから3も書いてあったと思いますよ。え、まああのね、打倒相棒ですからシーズン2まで来ました。どっちなんですかシーズン2まで来ましたからすぐ追いつきますよ。そうですね、もう向こうはシーズン20でしょすぐですよ。元旦配信も狙ってね、もう新春労働省も狙って、いや多分このドラマは好きな人、本当に好きなドラマになって何回もリピートして、もうセリフ覚えるぐらいでね、何回もリピートしてくれるんじゃないかなっていう、そういういい意味でのコアな作品に、なれると思ってますので、ぜひ、シーズン2からご覧になる方もたくさんいらっしゃると思います。シーズン1にその時戻ると、あ、なるほどな、このノーアクティビティのなんか、なんて言うんだろうな、面白みというか深さというか、そういう笑いっていうものの、素晴らしさ、笑うってことの素晴らしさにいろいろ気づいてもらえるんじゃないかなと思いますので、どうぞ、皆様の応援をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。手の方がすごい痛くなった。手の方がちょっとつりますよね長い時間のピースキーですいません。ではスチールの皆様ありがとうございます。続いてムービー、もう少しの辛抱でございます。はい、後ろのムービーの皆さんにじゃあ手を振っていただいたり、ピースまだできそうっていう方は、もうダメだだいぶすいません、だいぶなんかあれですよね、緊張になっちゃ